どうも、ブダです。パーソナリティーいきたいと思います。アイハンツは東邦学園でセンターフォワードを作っていきたいと思います。そして今日のテントリアは、マリアで取っていきたいと思っております。デッキの方は、若島津、マリア、ニッタ。で、シモン、ロナウド、ヒューガ。この6人でいこうかなと思っております。はい、アイテムの方はパワードリとマネキテンコを持ち込んでおります。では、やっていきましょう。で、まずはメンタルでいきますねと。マリアは、まあ、沢田やエレンに比べて技術が稼ぎやすくなってます。まあ、技術物が大量にありますね。まあ、自分のちょっとムーブ的に、筋力が結構稼げることがあるんですよ。で、技術が足らないことが多々ありますので、ちょっとマリアで頑張ってみたいと思ってます。まあ、エレンとかに比べてやっぱ技術は稼ぎやすいし、練習効果アップが高い。まあ、タックボナーは確かエレンの方が高いんですけども、そういう面ではありかなと。まあ、果敢は取れないんですけども、って感じですね。で、ぶっちぎり被ってしまいます。で、今日はね、ちょっとマリアが先に走ってしまったら、まあ、ぶっちぎり取って、まあ、高校金とかどうなるのかちょっと見たいと思ってます。まあ、高校金でもおそらくね、そのままもらえるんだろうと思うんですけど、ちょっと取ってみてっていう感じはしております。はい、OK です。はい、そしてマリアが進んでいきますね、と、福井部の方でした。はい、ヒューガ君も金得進んでいきます。で、ちょっと教えていただいたのは、ロナウド。ロナウドの依存がおそらくオフェンスではないんじゃないかと。オフェンスではなく、パワー、この東邦学園にしてから成功率が伸びましたと、まあ、ある視聴者さんから教えていただいて、それならばパワー依存じゃないんですかっていうことを聞きました。まあ、ありえますよね。自分がよく天空中央高校で使ってたんですけども、天空中央高校って基本スピードオフェンス上げてたんで、まあ、その可能性は大いにある。パワーは特に天空はね、最後の方にしか上げなかったので、お、いいのが来てますね。パワーは特に最後の方しか上げれなかったので、まあその可能性はなきにしもあらず。なので今回は、パワーをしっかりと上げていきたいと思います。まあこのデッキ的にはパワー依存はあと若島津か。で、ヒューガはね、おそらくオフェンスなんですよ。オフェンス依存だと思っているので、どうなるかですよね。まあまあヒューガは言うてまだ成功率高い方だと自分は思ってます。なので、まあ大丈夫かな。はい。で、回復を抑えておきたいよね。回復を抑えておきたいよね。これで抑えておこうか。まあ、敏捷は少し溢れてもまだいいかな。はい。では、これでいきたいと思います。はい。では、スピードいって、敏捷完走。ありがとうございます。美味しくいただきます。はい、ありがとう。いいですね。もうこれにしよう。で、若島津も進んでいきますねと。はい、ありがとうございます。で、ここでメンタル。あ、メンタル来ない。あ、メンタル来ない。メンタル来ない。で、ここで筋力がちょっと触れないんですよね。ここで筋力がちょっと触れないので、ここはもう、練習踏まずに一回休んじゃってもいいかもしれないね。で、技術稼がせてほしいですね。技術稼がせていただきたい。はい、マリア。マリア1回目ですね。まあ、早めに終わりそうだな、マリアはね。こうなるとね。はい。で、ロナウドが進んでいきます。これは下ですね。福井部もう一回起こしていきましょう。はい。そしてここで、スピードでいいかな。そうですね。タイがちょっと進みません。本当は芯から進めたいなって思ってたんですけど、まあ、セク1はタイかもしれない。で、セク2はね、なんとか芯を進めたいですね。そのためには、セク1中に若島津の V ワードをもらえると結構楽に進めますので、若島津は来てくれないと。はい。V ワード来ないと。で、これはちょっとメンタルいっとこうか。メンタルいっとい、体力温存しつつ、まあ、芯に少しでも傾けたいなと思います。まあ、セク1からね、一応少しは芯踏み、ああ、でもなぁ。まあ、メンタルかな。メンタルいきましょう。芯にちょっとしていきます。このメンバーが芯に来てくれると嬉しいですね。はい。OK です。で、もうパワーシューターまでもらえました。5回まで終わりましたね。早い。タイは早い。芯が終わらせたい。で、ロナウドが終わっていく。ゴールを狙う。まあ、パワーを上げて成功するのあれば、もうさっさと進んじゃってもいい。で、ここはディフェンス、あ、ちょっと待てよ。この、ねえ、ソリマチくんがやっぱ強いんですよ、V ワード。なので、ちょっとこれソリマチくん回収したいと思います。ディフェンスで、ね、芯を増やすのもありなんですけども、ソリマチくん、やはりこいつは強い。まあ、沢田くん入れてない場合は特にね、ギーにする方法がないんですよ、ほとんど。なので、ソリマチくんは入れといた方がいい。まあ、この、デッキならば、フォワード5人、で、ゴールキーパー1人なので、まあ、使えば5人、イベキャラか、議員なんですよ。それが結構、熱い。まあ、ソリマチ君は、できるだけ取っといた方がいいと思います。で、リードコーツもらっておきますね。
はい、でセクイチ終了、4384セクイチは結構経験点出てくれましたね。 OK です、ナイスです。まあやっぱり敏捷筋力はねでかかったのはありがたい。いや技術稼ぎでーなー、技術、まあ、技術稼ぐためにねマリア入れてますので、まあ幸先よくね筋力稼げてます。それならばもうここから技術をしっかりと稼いでいきたい。技術を稼がせてくれ、お願いします。はい、そしてこれなんか、いやー、首都ディフェンスいっか。これはシーンいかねえかな、ちょっとちゃんと見なかったけど、あ、いけるね。あー、でもシーンいくけどこれタイになるな。まあしゃあねえか、スピードいっときまーす。まあ、セクニはね、シーンで攻めていきたい、シーンでメンタル踏みまくって攻めていきたい感じはするんですがって感じですね。で、マリアがそろそろ終わっていく。うん、マリアの依存って何なんだろう、もしかしてオフェンスとかやめてね。おわっと終わっちゃったよ。まあとりあえずぶっちぎりが取れたら、まあちょっと取ってみてって感じですね。まあとりあえず、うん、点取りは取ってきます。はい、ありがとう。ぶっちぎりまで取れましたね。それならばちょっとぶっちぎりを抑えてみたいと思います。うん、まあ、自分がぶっちぎりを取ってなかったので、これで芯を確保した時どうなるか。まあ普通にぶっちぎりもらえるとは思うんですけどね。結局ってもったいないかもしれないけど、ちょっと試してみます。いやー、これ行きたいけど、これはもう普通にメンタルいっとこう。いいよ、うん、休むより普通に V ワードもらって真にすることができるものを V ワードともらっておきます。はい、でキレのあるハヤブサシュート、はい、OK です。でもってここで、ディフェンスフィジカルですね。完璧に、もうこの後芯を踏みたいんで、これはもうフィジカルしか、だごめんなさい、ディフェンスしかないですね。ディフェンスならば芯になってくるんでね、それでディフェンス大丈夫。でロナウドが終わっていく。じゃあパワーをしっかりと上げていきたい。今回はねもうパワーアイゾンで教えてもらったので、パワー来ると信じていきたいと思います。そして若島津が来てますね。これは行ってしまいましょう、ディフェンスね。はい、OK。いいですね。で、ディフェンス、でも若島津は結構もう V ワードくれてんのかな？もう3つ目じゃないかな？なので、もうないですが、ここから芯をしっかりと作っていきたい。で、メンタルいる。ナイス！いいよ、メンタルいるのは助かります。で、ここでパワーを上げといて、うん、スピードも上げといて。はい、ではメンタルいきまーす。はい。ロナウド、この状態で終わってくんねえかな。オフェンス上げる前に終わってほしい。そうすれば、本当にオフェン、パワー依存かわかるね。そして今、普通に来ましたね。普通にぶっちぎり来ましたね。残念ながら違う筋トレに変わるとかないみたいです。はい、そしてシモン、これはシュート力のコツもらっても、決定力のコツでもどっちでもいいんだよな、正直な。バッチでシュート力とかしね。まあでも筋力の方が多分足らなくなる。いやでも妙だな今回な。うん、選んでから思ったけど、もう筋力結構稼げてるんだ。まあいいや、まあ、今回はマリアでちょっと技術稼ぐという目標があります。はい、ニータ君でカウンターね。でシモンが終わっていきます。はい、あと1回ですね、スプリントで。ささっとシモンは終わってほしい。体力消費はねもう後に回したくない。そしてこれはシーン、あ、いや、これはさすがにフィジカルだな。うん、さすがにフィジカルだな。メンタルで体力回復させつついきたいなと思ったのですが、ここはもう体に変わりますが、もうフィジカルにいきましょう。てか技術稼ぎたいのにちょっと筋力ばっかり稼げるんだよな。うん、おかしいな。で、ヒューガね。はい、オッケー。でここでメンタル、あ、来てますね。あ、ヒューガナイス。ヒューガの V ワードはナイス。いいよ。まあ、でも結構タイ取っちゃってるからね、ヒューガ使わないかもしんないな。やっぱそういう時は沢田が欲しいんですよね。沢田の銀に変えるものも欲しい。でも沢田はね、早打ちがなかなか成功しない。あいつマジで早打ちくれないから、ちょっとねーって感じはあるんですよね。で、筋力養成ギブス。沢田がもっとね、早打ちくれると すれば、まあ沢田を入れるっていうのもありなんですよ、全然。全然ありなんですが、現状ね、ちょっとそれが考えづらくなっております。で、ここ一回休んでもいいんだよな、正直ね。正直休んでもいい。うん。うん、そうだよな。微妙なんだよな。微妙なんだよな。8-5 だろ。まあ踏んじゃ、いや、休もうか。ここは休もう。いいよ。で、2択が終わってきますね。はやぶさシュート。はい、ナイス。はやぶさシュートをもらいました。はい、そしてロナウドも終わっていく。パワー上げたぞ。パワー上げたぞ。お、マジだ。成功した。ロナウド、パワー依存の可能性あるぞ、本当に。え、これ、本当に教えてくれた方、ありがとうございます。あ、ありだな。そうなれば、この高校、ロナウド必須級になってきたかもしれない。パワーはすぐ上げれる高校なので、
おお、オフェンス上げずに成功してくれましたね。まあオフェンスパワーっていう可能性もあるけど、またまたまっていう可能性もあるし、ちょっと今後も、パワーを上げて、しっかりと、ロナウドは終わらせたいと思います。そしてここはね、ちょっとギを踏んでいきたい。うん、 V3 行こう。 V3 しとくギ。うん、いいよ。沢田くんのね、できれば V ワードいただきたい。評価上がってないから厳しいと思うけどね。はい、 OK です。沸かします。はい、いいですね。で、ここで、フィジカル、スピードか。ありだな。そろそろ敏捷ももうちょっと稼いでおくのもあり。うん、あり。あり、あり、あり。じゃあ、スピードいきますか。スピードいっちゃいましょう。はい。で、ゴーラーサイまでいただきました。で、シーンが終わり。で、エアマスターゲット。ナイス。いいですね。いいよ。意外と今回、金徳は成功してる。まあ、セクニがね、経験点そんなに跳ねなかったけども、いい感じに来ております。で、ここで一回休もうか。で、メンタルもあり。なんか、できない。なんかできないか。これで、ワンチャン。あ、いけましたね。いけました。じゃあ、これは、タイにしていきたいと思います。ギはもうちょっと後でいい。とりあえずタイを進める。はい、行きまーす。はい、もうこれ練習いいですね。で、何って V ワードもらいます。さあ、ここから太陽セク3中に8、9ぐらいまで行きたいね、せめてね。まあ10だな、10行きたいな。10いける。でもギーが全くしないってことになっちゃうから。はい、でここはさすがに踏めない、休みます。はい、 OK。 でメンタルだな、メンタルだな。あー、どうしよう。いや、キラさん行くか。キラさん行こう、キラさん。でも、キラさんね、始めくれるんで、心なんですよ。心に変えるやつだから、ちょっと微妙かもしれないけど、まあ、とりあえずキラさん回収していきます。で、金、うわ、筋力稼げるな、今回な。まあ、いつものことなんだけど、うん、稼げますね。ちょっと苦しいな。やっぱり、技術がね、足らないんだよな。マリアがね、最後の方でハマってくれて、技術ダックダックにしてくれればいいけど、オフェンスもテクも全然なんだよな、今な。で、ハヤブサシュートもらっておきたい。一回休む。うん、わーっと休めない。で、ここでシモンだろ。で、体力消費しただろ。で、ここは一回休もうか、メンタルか。メンタルか。あー、オフェンス行きたいけど、これは、次のターンからね、タイマン勝負が始まる。じゃあ休むか。いや、これはもうね、これ直す。いいよ。ちょうど30ぐらいなんで、これでいい。うん。はい。で、タイマンシステムが始まっていきます。OK です。はい。そして、メンタル。いやー、微妙だな。ギを増やしていってもいいんだよな。オフェンス。はい。ギをちょっと増やしていきます。で、タイマン。はい。ナイスですね。マリアのナイス。マリアはギを作れるからナイスですね。イタリアで体力回復。で、これは強烈なシュートで、うん。ダブルシュート。必殺シュートでいきたいと思います。ハヤブサシュートと、ネオタイガー。これで、いやー、微妙だな。うん。まあ、でも、とりあえずそれでいいのか。で、重戦車を取っておいて、まあ、この辺も潰していこうかな。うん。で、敏捷はそこそこ今回稼げてる。意外と稼げてるので、問題はね、やっぱ技なんですよ。技術。技術。技術が大事。まあ、セク3は、まあ、タイです。あ、でもタイ終わったか。長距離終わりましたね。じゃあ、ここからは技を攻めたい。で、タイマンここ。タイマン1人。あ、誰行く？おー、新田くん、若島津。でもね、これ連れてったらね、微妙なんですよ。変換が微妙だから、どっち行く？新田。まあ、若島津。では、オフェンス行きます。はい。で、ヒューガが終わっていく。はい、終わり。ナイス。終わってったけど、ここで一回休むかな。あー、これ変えれればいい。変えれれば結構でかくなるけど、いや、そんな変えれるもんねえんだよな、これな、多分な。変えれねえんだろうなぁ。でも、どうだろう。真にするか。真にするの、いや、でも、これ真にすれば、4人一緒になれる。それか、マリアを真にすれば3人一緒になれる。まあ、それで行くしかないんだよな、多分な。真にしてしまうか。真にしてしまいましょうか。はい。技を真にしてしまいます。はい、いいです。
はい、これでいきまーす。技術稼ぐために、技術稼ぐ、こっから技術をしっかりと稼ぐ。うん、で精神、うん、振っときますね。スタミナ100。はい、ではドリンク飲んでいきましょう。オフェンスいきまーす。はい、 OK です。で、あとは技、こっから技を攻めていこう。技、道技に変換するかなんだよな。道義に変換するかちょっと迷いどころですが、13,200、もうちょっと稼ぎたいんだよな。セクニセクさんがちょっとハマってないんだよな。で、ここだろ、3人だからちょっとスルーするのはありっちゃあり、スルーするのはありっちゃあり。うーん、 V ワードな、微妙なんだよな。義を増やしたいけど義、あー、そうか、ここで反町くんか、ここで反町くんか。そうだよな。やっぱ反町だよな。うん。まあ、ここで反町を使うしかない。はい。ぎ、オッケー、ナイス。ぎ。まあ、かしまずっていうのはちょっとね、あれだった。かしまずじゃなければ、完走したかもしれない。はい。で、オフェンスも上げていきまーす。はい。うん、これ、こっから技術を稼いでいくからね。こっから技術しっかりと稼いでおこう。うん、頼むよ。筋力じゃないからね。もう、技術。筋力は正直余る。技術が稼ぎきれるのであれば筋力は絶対余る。はい、ではこれでいきたいと思います。はい、ではオフェンスいきまーす。精神はちょっとあんま足らないかもしれないけどね。まあ筋力は足りるっしょ。あとは技術だ。はい、ここからタイマーをしっかりと申し込んでいきます。で微妙なんだわな。ここ一回休むか。ドリンク飲もう。いや、ドリンク飲むしかない。で、ここでオフェンス行って、いや、テクニック。いや、これはフィジカル行くか。ギーにして、やっぱヒューガをね、オフェンスに呼びたいんですよ。ヒューガをオフェンスに呼びたい。OK ないですよ、オフェンス呼びた。いいよ。で、ここで、あー、マジで。マジか。筋力。本当余るな、多分今回な。今回めちゃくちゃ余ると思う。うん。余るね。余っていくね。どう振ったらいい？どう振る？敏捷ももう少し欲しいんだよな。でも敏捷はでもまあ、ハヤブサシュート取れてるからね。いいんだよな。オフェンスあと35。あと35か。何取るって感じなんだよね。で、筋力以外は乾燥しないから、うん。まあでもここで技術がね、254稼げるの結構熱いんだよな。まあ、筋力もだだあまり決定ですけどね。守備反応取ってもいい。でもこれはロングスローだな。で、8。いや、でも大一番後でコツくれる。それならば、ドリブラー取ってきます。はい。ではこれでいきたいと思います。はい。ではフィジカルいきましょう。で、マリア。マリア来い、マリア、マリア。いや、ロナウドか。まあ、ロナウドをオフェンスにしとこう。はい、V3 モード終了。で、ゲーセン。はい。最高。で、オフェンス、いや、微妙、オフェンスいかない。あ、これはメンタルでいいかな。これはメンタルいきたいが、真になっちゃうんだよな。メンタルいっちゃうとな。一回休むのもありっちゃありなんだよな。一回休むか。V ワードはね、正直ね、ないんだよな。はい、では1回休みます。いいです。まあ、体力ね、あと1、2回休まないといけないんで、まあいいです。いや、もったいない。で、てく、わー、これはあり、大いにあり、ナイス。今のはマジでナイス。ノラでテクニックに3人集まって技術完走ありがたい。しかも、敏捷もね、800ぐらい稼げる。これは熱すぎる。これは熱すぎる。そして、マリアが練習後イベント来てオフェンスに飛んでくれると、最高。723かな、技術はね。いや、敏捷。さあ、来い。OK、シモンか。まあ、いいでしょう。まあ、いいでしょう。で、オフェンス、これで3枚固まった。しかも、でも、しょぼいな。しょぼいな。え、こんなしょぼい。しょぼい。これは踏みたくね。踏みたかね。うん。踏みたくないぞ。これは踏みたくない。それならば、新田くんをスピードに呼ぶか。それありだよな。ここで休むは多分ないから、メンタルで新田くんをスピードに呼んで、
スピード対決にしていく。新田君は正直ね、オフェンスに来る可能性が低いんで、もうスピードで待ち構えときます。いいです。まあでもテクニックでもなかったな。まあいいか。はい、来ました。ありがとう。待っといて正解。で、ここで、若島津来ちゃうとオフェンス呼びないんだよな。若島津スピード活かせるか。とりあえずスピード活かせるか。で、まあ、これを使っておこう。練習効果アップ。はい、そして技術増えましたね。まあ、筋力がどのみち乾燥してるんで。で、ね、伝突取れたけどね、突破力のコツが取れてないのが痛いんだよな。突破力のコツ最後の方まで粘りますが、それだけで技術がね、505とか必要なんですよ。伝突ね。それが厳しい。うん。ロナウド入れるとね、本当に突破力のコツが欲しい。はい、では、オフェンス、いきたいと思います。ちょっと待ってよ。技術もうちょっと触れね。無理か。はい、ではオフェンスきます。若島作るな。うわ、来ちゃった。じゃあスピード呼んできます。でもらっていきます。はい、オッケー。で体力回復いいよ。この体力回復地味にありがたいんだよな。でオフェンス、あ、マリアが来てくれましたね。でもマリア来たけどね、これスピード行くのありなんだよ。普通にありだと思う。いやでもね、タイにするのが嫌だ。どうする。いやー、精神もそんなないから、そんなに行きたくねえんだよね。とりあえず筋トレ抑えたいね。とりあえず筋トレ抑えていこう。とりあえず筋トレ抑えていく。うん。いやー、まだミンジャーやっぱちょっと足んねえな。じゃあ、一発スピード踏みますか。うん。で、ここね、ギにすることもできねえしな。変にこれいじっちゃうと次からギに集まってくんないから、これはスピードいっときます。おきましょう。でこいつらタイになるけども、まだ次のターンまでここにいてくれるんで、新田と若島津は大丈夫です。はい、何で V ワード、でもこれはもう使わないですね。新田くんの V ワードは多分使わない。でここにオフェンスで固まってくれればいいけども、来るかな。でもさすがに固定しちゃってるからね、今ここに。やっぱこう、そうだよな。うん、これはもうスピードいきます。いやでも待てよ、一回休んでもうスピード解除しちゃって、その後オフェンスに集めるって方向の方がいいか。はい、一回休みます。でここからもう休みなしです。うわーこれはテクだな。ギがあと1だからテクだな。これテクいって、あと1にして、まあ技術が稼げるが、このテクはまあありっちゃあり。で次スピードいってって感じか。はい、では、テクいきまーす。で、テクに、あとギガ1回ね。で、ギガ1回なんで終わると思う。はい、そして、いや、ここ、スピード踏みてえな。で、いや、どうだろう。あとギ1回だから、なんとか、ダメかな。タイプ変えたらダメかな、これ。むずいな。沢田のあれが欲しいな。そうなんだよな。無理かな。このまま行くかなって感じだな。でも変えちゃうのはありなんだよな、ワンチャン。ワンチャンあり。いや、でもこのまま行こう。さすがにスピードいきます。で、マリア、オフェンスに飛んでくれれば最高です。で、若島津と、新田くん、ここで終わりなんで、フリーになる。わー、マリア来なかった。マリア来なかったか。で、ドリンクって、微妙だな。タイプ合わせる？タイプ合わせたらこれ増えないかな。タイプ合わせたら増えて、いや、ギー1回だろ。1回ぐらいなら踏めそうな感じするんだよな。タイプ合わせてギー1回なら踏めると思う。なので、タイプ新田くん使って合わせて、で、ここでドリンク飲んで、で、そんな増えなかったなぁ。じゃあ、ギーのままでよかったか。まあ、とりあえずこれオフェンスいきます。オフェンスいってこいつらギーになるでしょ？ギーになって、誰か来い。若島津来なかったか。練習後イベント来なかったですね。で、ここで、ちょっと待て。それはダメだ。沢田行く？ディフェンス行くのはあり。でも、これはちょっとシャッフルします。沢田くんの V ワード取りたい。まだディフェンスいんの？ちょっとしくったな。じゃあこれオフェンス行きますわ。オフェンス行って、
オフェンスいって、もう、新田くんを、ギにして、それでいこう。で、ヒューガをオフェンスに呼ぼう。はい。そうします。ヒューガが新田、オフェンスに来よう。アイヒューガ、オフェンス。で、次ね、ギが、オフェンスに固まってくればそれでいい。で、もう多分ドリンクあと10ぐらい残ってるんで、多分足りる。で、電動はもう取っちゃう。もうさすがにもうアウトだ。間に合わねえ。技術精神だな、ほんとな。筋力、敏捷結構稼げてんだよな。このムーブだとな。もうちょっとでかいタック生まないといけないのか。オフェンスに来てもくれないと。アイディア開けたいと思います。はい、30、OK。経験点は多分満点取れております。はい、OK です。272点。で、ここでギが来てくれてたらいいが来いよ。はい、ナイス。で、まあ、オフェンスちょっとしょぼいけど、これはもう行くしかないですね。9%。まあ、これはこのままでしょうね。V ワードもそんな使うものがないです。うん。使えるものがないです。では、これで行きたいと思います。オフェンス行きましょう。はい、で、両機器ゲットですね。両機器ゲットしました。はい、で、ここで、まあ、これはどうだっていいや。はい、終わりです。サクッとピンチャー行きましょう。金徳的には、おそらく、全部獲得したのかな？そうだよね。まあ、マリアが被ってるが、若島津、ヒューが、そして、誰だ？若島津、ヒューが、ロナウド、シモン、に行った。成功してるね。一応全部成功しました。でも技術がね、ちょっと稼ぎきれなかったのが痛いな。筋力に固まっちゃったのが痛い。では、これで行きたいと思います。はい、終わりました。3-0。問題なく満点取れましたね。454点ということで、大一番のコツもいただきました。いや、若干、多分経験点足らない。XS はいけなかったかもしんないけども、はい、27,910 ということで、振ってまいります。はい、振ってまいりました。まあ、今回ね、マリア入れて技術稼ごうと思ったんですけども、ちょっとやっぱり、筋力重視になっちゃったね。ちょっと、どうにかしてね、技術を稼げてきた。やっぱ、沢田が一番いいのかなっていう感じはしてます。で、あと3メモリで XS でした。まあ、マリア入れてね、技術稼げるように、また今度から粘っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。